どうも皆さんこんにちは、グラップラーラボーズです。さて今回なんですけども、バキ飯を作っていきたいと思います。今回のバキ飯なんですが、漢字で書くバキ道で出てくるこのシーンです。ピクルが巨大化したクロコダイルを食っている、このクロコダイルね、これを今回食べていきたいと思います。ということで用意しました、こちらクロコダイルの手羽ですね、2つ。見てくださいこれ、もうむっちゃワニな足ですよ。これをね、今から炭火で焼いて美味しくいただいていきたいと思います。一休日しましょう。では参りましょう。では早速このお肉に下味をつけていきましょう。もう塩コショウドバドバッとかけて、ね、よっぴ。じゃあ下味つけましたんで、さらにこちら万能調味料生ニンニク、ドゥビ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 、乗り込んで。そしてですね、こっちはこのまま普通に焼くんですけど、こっちはさらにちょっと変化を加えていきたいと思います。まずはこちらパルメザンチーズ、SB カレー粉、ということでこの2色の味付けの方でいただいていきたいと思います。だいぶいい感じに焼けてきました。匂いもかなりね、カレー粉の匂いがすごい。見てくださいこれ、うまそう。そして下グロテスク、早速いただいていきたいと思います。いただきます。うん、すっごいうまいっす。何が美味しいって、まあ、味はもちろんですけど、やっぱワニって筋肉質なんですよね。すっごい歯ごたえ、コリコリしてる。鶏肉よりも味に深みはあるんですけど、もう何よりもこの歯ごたえが最高。じゃあお次はこのカレーチーズいただきたいと思います。いや絶対うまいってこれ。あー、匂いからしてやばい。最高にうまい。うん、レモンに合う。いや、うん、こちらだけもうちょっと焼いていきましょう。うん、うまい。こっちどうなんですかね。ここまで行くんかな。かっか。なんか臭い。うん。いやー、ごちそうさまでした。ワニさんのおかげでいい。
休日になりましたよ。こちら最後にワニの皮ね。面白いと思った方はチャンネル登録や評価お願いいたします。またコメントとかいただけるとですね、非常に嬉しく思います。ではまたバキの動画で会いましょう。さようなら。 See ya!